アイライン泣け,けなしのアイラインだっけ書いてきたうなアイラインめっちゃうまくねめっちゃうまくねってことでシェラマシさんこんばんはみさんこんばんはあたくまくん300回ありがとうキキさんこんばんカズさんこんばんはチャランコさんこんばんはゼッタピさんこんばんは,ゼピさんこんばんはそんなことないよじゃあまたバイバイ明日来てくれよなえ明日明日は可愛いです明日は可愛いんでよろしくよろしくどうぞ今日はマジでやばいい今日はちょっといろいろあってもう 号泣号泣前髪前髪うん全部が死んでる普通に書いら大丈夫だ優しいねありがとう最高ではないよビジュアルすぎるほらやばくない全部は見せられるんだ,だからこう半顔だったらまだましだよねっていうあ唇がテカ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 で気まずいっていうことですねちょっとあのリスナー超超大爆 爆発大作戦なのでなんかもしかしたらあ花火ありがとう来たりするな忘れてたそのイベント出るの今日に限ってマジでビジュアルいいから最悪って感じワセリンですワセリンリップですそっち自信持ってありがとうゆうちゃんこんばんは こんばんばはいいねだっってて今日に限ってマジジでビジュ悪い終わったリスナー超超超対策みたいなやつやったんですけどこれも一応順位があるみたいなんですけど皆さんよろしくお願い,いあの19時半ぐらいから配信するつもりだったんですけど何時よ8時45分ということで8時45分ぐらいから始めましたともんばんこばは ありがとう今日可愛いが可愛いしか言われたくないからみんな可愛いしか言わないでっていう感じなんですけど今日あのメイクがほぼ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 ないマジ唇テカテカすぎないちょっとあの唇がガサガサすぎてちょっとあの薬局でワセリンリップを買ってワセリンを塗ったらあの思ったい <laughs> 油油を塗ったみたいなあの 油物を食べた後のあのあれみたいな感じでしょうこさんこんばんは <laughs> 見てるこちらがあれなんて思ってなからってってちょっと待ってちょっと移動しようかなあ気まず間違った間違った気まずい気まずい気まずいそ何の良さ写真使ったっけえこの前の美女良かった私にするこの前の美女良かったってだいぶ前ですけど あれはコスプレのやつですねちょっと待ってくださいねよっこらじゃん今日はさサイレントだからサイレントは見させてくれよなっていうことでねあやってまいりましたけどもちょっと今日髪の毛あくしここにあったのね髪の毛ボサボサなんですよ髪の毛もボサボサです 困ったので今日あれじゃないですか、このこの私と同じイベントやってるルームを 10, 10, 10ルームぐらい見ると、皆さん、あれ、レインボースターもらえるらしいですよということで。よいしょ。よかったら。ちょっと待って、これ、怖すぎる、このビジュあ怖怖あ,あ髪の毛が、髪の毛、ああ、ブスすぎるね、こんぐらいにしよう。今日はちょっとビジュ悪いから仕方ないよね。そ つまかせさんこんばんはあなんか花火ありがとうございました我慢ラジオでサイレントえっなんか一気に28位まで上がったやっしゃんよっしゃなんかわかんないけど40位ぐらいアップしたやった,ーやったやったやったちょっと髪ぼさぼさすぎぼさぼさすぎですけど今日は 今日のテーマは就活ですこれ今日なんでこの服着てるかって私昨日ハニーズに行ったんですよハニーズってあんま高くないお洋服屋さんなんですけど私あんまりハニーズでお洋服買ったことなかったんですけどこれ何がすごいってこのこの見た目であの裏起毛なんですよそれ知らなくてもうすごいこんなシャツっぽいのに裏起毛なんてあるんだこの世すごいって思って買っちゃいました。 まあ寒いんですけど別にっていうことでね今日はなかなかに美女が悪いんですけどそう裏肝に見えないでしょなんかえハニーズだったかなんかハニーズハニーズあったかハニーズみたいな名前があってでなんか「え何これ?」と思ってみたら「なんどういうこと?」と思ったら裏がね裏肝だったの。でなんでこの白にしたかっていうとあの。 サイズがねなかったねなんか L とか LL とかばっか残ってて私 S サイズか M サイズなんですけどあの白白これはかろうじてあこれ M かなかろうじて M が残ってたのが白でかつデザインがこれが良かったこのキム秘書っぽいじゃんだからこれが良かったんですすごい今月は10人も多くちょっと今日美女が悪いからマジで本当にい 感じなんですけども今日いろいろあったんで仕方ないですいろいろあったにしては可愛い顔してますありがとうありがとう大谷さん <laughs> ということで大谷さん今日はね大谷さんのプレゼントでイベント今一そらさんって言うんだねえー、負けらんねえな同じそらならハニーズ知ってますハニーズそう久しぶりにハニーズ見つけていやなんか冬服なさすぎてちょっとなんか見ようかなと思って見たら そうぜひぜひこれね1位が1位から3位になったらあのい時ときさんショールミラクとさあのポンってさなんかあのしゆあの顔なんか顔出たりするじゃん紹介されたりするじゃん多分あれにあれに紹介されるんだと思うからみんなよろしくお願いします音楽とピカチュウさん初見さんこんばんはえちょっとあの本当に今日多分あの 私本当はもうちょっとポテンシャルあるんですよあの自分が可愛いと思ってるんじゃなくてあの今日は物つすぎるっていうことでまた明日来てくれませんかとりあえずちょっとあの調子がいい時に見てほしいさすがに今日はちょっとさすがに生谷 <laughs> さんこんばんはこんばんは来ちゃった待ってましたあということでそういえば明日まず第1回目のあの何でした メイド服をやろうかなと思うんですけどあこれみんなには伝えてなかったこと大事なことなのでお伝えしようと思ってちょっとみんないいですか心押して聞いてくれる何時頃19時ぐらいからやろうかなと思ってますちょっと明日は長い時間やれるかなと思うので19時から、まあ、9時ぐらいまではやると思います21時ぐらいまではやろうかなと思ってます やちゃんありがとう。あ、名古屋さん、誕生日おめでと20日あ、トップ30、すごい。ちょっと待って、21。<laughs> 10月20日おめでとう、名古屋さん。<laughs> ハッピーバースデーと言ー100ーだね、そらえ、誕生日なのにさ、めっちゃビジュアルくないえ、本当にごめんね。あの あのメイクもほぼしてるし髪もぼさぼさだしあなんか OL みたいな服着てるしなんかすごいリップあのあの乾燥しすぎて忘れになったらすごい油もの食べたみたいになっちゃって「ごめんねでもハッピーバースデートゥー,ーハッピーバースデートゥー,ーハッピーバースデーニや名古,名古屋さんおめでとう名古屋さんおめでとう今年の抱負はどうぞいっぱいありがとう山ちゃんありがとう。 ありがとう、今ちゃん、ハート。あえて、リピンパン。すいません、昨日はなかなかちょっと配信できなくて、あれだったんですけど、今日は配信しました。そう、のあの、リップが欲しいんですけど、それ一生、どこに売ってるか知らなくて、一生買えなくて、本当に、もう、冬で唇がガッサガサだったので、あなんかあの、なんていうの、忘れ、なんか、ジェル、ジェル、 多いのが欲しくてでそれで探してなんか無添加無農薬みたいな無農薬は入ってないけど無添加みたいな無だったのでそれにしましたそうおめでとうなんだっけあのお手紙ありがとうえー、そうなんだ公式ライブはさあうちはなんであまあまあ かわいいかわいいあまあまですドラッグストア売ってないんだもん見たことないよこんばんはーあつしさんこんばんは R430 さんこんばんは言ったなぎさんこんばんはーかわいいありがとう今日は可愛いしが一番しみる嬉しいわありがとう可愛い,いって言って今日ビジュアルいけど可愛いって言ってねずみキャンさんこんばんは可愛いいありがとう今日可愛いしか受け付けてないからありがとうありがとう今日ビジュアルいけど なんか,顔は,でかい、まあ、顔は小さいって言われますよく、まあ、身長が低いからなんですけどねはいちょっと調子乗りですいませんちょっとビジュア悪いって言ってて、ね、どっちなんだってあ,いあついさんハートありがとうハートありがとうちょっとね見慣れてきたよね自分でもこの顔見慣れてきたあついさんハートありがとうそっちゃんかわいいありがとう嬉しいあついさんハートありがとうあっ名古屋さんかわいいありがとういっぱい <laughs> ありがとうね もう今日今日はもうかわいいしかも無理無理可愛いだからもうビジュアルンって言わないでそうだね自信持っていくわ <laughs> 早い淳さんハートありがとうあっ日村真子さんこんばんはということでね皆さんにあのそう言わなきゃいけないことがあったんですけどあのコスプレイベントであのまああっ白星さんも可愛いいありがとうあの明日から明日はメイド服を初メイド服を着ようと思うんですけれども あのそうあのですね問題がありましてあのメイド服をあ花火 <laughs> ありがとうあ可愛い狙いに、ねね、ありがとうさあちゃんこんばんはそうあの問題がありましてあの元々皆さんに選んあのこのさそのイベントでもらえるコスプレを着る予定だったんですけどなんかそれそれよく読んだら色とあとサイズが選べないみたいな書いてあってで。 私が見る限り多分高確率であの L サイズの赤がそ,うだったんです、ね、それは私せっかくみんなも楽しみにしてくれてるのにあのー、ブカブカで私もなんかあんま可愛くないしみんなも思ってるこうなんかメイドじゃなかったら嫌だなと思ってあのそれじゃなくて私はその特典であのセーラー服をゲットしましたなぜならセーラー服が可愛かったから。 でまあ、それはまた別の機会に着るとしてメイド服は着るっていうあ,のあれがあるのでメイド服は別で自分で Amazon で買いましたなのであのー、あのー、とっても可愛いのが着て私的にもテンションが上がる可愛いいメイド服を着るのでなのでそれだけ先に私が自分で注文したのであの早く着たっていうだけですそれだけ伝えたかったの。 え、すごくないトップラインだ。やった。じゃ、エサイズの赤、赤が来そうだったんだよね。なんかその。そのリンクから飛んだ時に、パって赤なんか出てたから。これ赤だったら、嫌だなあと思って。で、それで、そう、別のものを。あのセーラー服は絶対に着るつもりだったから。セーラー服はどうに、どうにかして手に入れなきゃいけなかったけど。 ちょっと赤、え、なんかね、あの、なんかね、違ったのよ、本当に、だから。その特典でいただけるやつじゃないけど。あの、メイド服は着ますっていう、だから、それだけご了承を願いたいなということです。はい、わざわざメイド服を、意外と可愛くて、昨日一回、昨日届いたんですけど、昨日一回。着方わかんなかったやだなと思って、着てみたら、あの。 昨日お風呂上がりぐらいに、ね、来たんですけどあのすっぴんでもあすっぴんではブスだったけどさすがにすっぴんでは似合ってなかったけどまあまあ可愛い感じの感じだったのでいやでもでも自分で買ったやつだからみんなが可愛いって思うか分かんないんですけどこれめんどくじゃないじゃんとか言わないでほしいけどあのまあでも自分的にちゃんとあのフリフリのカチューシャつけてればそうかなと思って <laughs> それにしました <laughs> で。マカサさんハートありがとう そうまあ、セーラー服はあのー、まあ着るって言ってないんですけどとりあえずその他のもう一個の,その80万ポイントを達成した得点のやつでの中でっていうかねそしたらめっちゃ可愛くてなんかめっちゃ可愛いと思ってセーラー服を次着る,着るとかはちょっとまた別のなんかちょっともうちょっとイベントチックな時にやろうかなとか思うんです でもあのそうまずはメイド服をそのと徴だっ,たっていうのはみんなに伝えなきゃなと思って伝えましたなので自分で買いましたはい明日それを着ますなにきさんこんばんは報告だけなので着ないのいいじ着ます着ますもちろんあのそれは 「かわ、ね、くないですか?」って言ってる方がみんなもメイド服ですけどなんかえ正直届いてみて来たらなんか「めっちゃ衣装」みたいになっちゃったことありそうみたいな感じになっちゃったんですけどまあまあまあ。 ような黒よりです。あのね、トラ、ドラちゃんだった <laughs>。ドラちゃんかと思った。ドラちゃん、こんばんは。そう。あの、明日、楽しみに。髪型何しようかな。グレーじゃないです。まあ、楽しみにしててください。まあ、みんなのより、みんなの期待外れだったら。大丈夫外の。 事故ちょっと大丈夫工事とかやったらどうしようこれずっとこれだったらどうしようやばいやばいやばいえなんかあのそう非常事態みたいになってるああ大丈夫だった大丈夫だった全然元気ですよ <laughs> 楽しみにそうガスケあ違う違うた多分あのど 車の音とかじゃないかな外のなんか外で人の声がするから私には全く関係がありませんでしたあれじゃないあんじゃなんか鍵閉めた鍵閉まってのにさドアですけど私は知りませんがはい そう私にはなないことでしたなんかねわざわざ人の声がしてたから多分あそう。とりあえず今そう明日の「髪の毛をどうしカチューシャをするのであまりなんか下ろしたいなと思ってるところなんですけどなので明日は7時から。 19時半の間ぐらいから始めると思います19時からやろうと思ったっめちゃめちゃメイクとかこだわってたらき時間過ぎそうだなと思ってまあ19時にリスナー超超超倍増大作戦みたいなやつをやってるのであのよかったら皆さんもあのねあのよかったら。 あのこのイベントやってる私も含めですけどこのイベントやってる子たちのルーム 10, 10ルームぐらいもあるとレインボースターがたまるらしい1個もらえるのかなもらえるのでもらってきて私にください <laughs> ほんと性格悪くないもう性格集めさせて「おでも私にください」っていうねうんもう私にくださいっていう,、ね、う,いていうあの <laughs> ダメねよく,よくないよくないよくないそんなことないです皆さん好きに使ってくださいでもそうこういうことだったらみんなにあの還元できるかなと思って。 あのちょっと初めてみんなさん,かんみんなさんみんなさんにとなんかでもゆるいべみたいな感じでそうできて楽しいですね皆さんのおかげであっという間に9位これ順位あるんだって感じですけどつばさおしんさんレインボースターありがとうビんンゅさんこんばんはやっきなはジャージでもか愛いからねまあねジャージだからねジャージでも可愛いっていうか私ジャージしか着てないからねそうだよね女王 <laughs> ありそう女王だから この王国で一番美しいのは私以外に誰なんだって言うねそういうことです姫だったそうあぶ <laughs> ね忘れてたつま <laughs> さんいさんこんばんはそう正直で嬉しいそうでしょ <laughs> 多分10個くらいもらったと思うんだけどもらえたのかなどうなんちょっともらえ方わかんないごめんあの本当適当なこと言ってるけどでももらえるって書いてあったよなんかそんな風なこと書いてあったようん黒さんこんばんは いう感感じじでです今日は本日はは本そんな感じで意外とそうあのー、ね明日メイド服着る普通の金曜日の19時からじゃないですか皆さんもお仕事だったりうか相談どっかお出かけしたりとかもしかしたらあるかもしれないなと思うのでとりあえずこの人あと 31日そのうちの土日土日がお休みだよって人もいると思う9は土曜日なんですけど予定があって読めないのでえだとなんか早すぎる金曜日もやって土曜日もこいつ同じ同じの着てるやんって。 日曜日山ちゃんこんばんは今日めっちゃかいやい今日マジで今日はもうビジュアルいいからもうほんとにみんな来ないでってこのイベントやっちゃったからさなんか初見さんとかもさその星集めのために来てくれるじゃんあっなんいありがとう <laughs> 着々と順位が上がってるでもなんかさ来ちゃうじゃんさえ間違ったと思ってならないほんとそしたらえー、どうしようかな じゃあえ日でなんかいろんな人が見た方みなさんの時間で見れた方が絶対いいと思うからなんか「えー、面倒服見れませんでしたかっこいいも,んもう11月だけど」みたいになったらさちょっとなんか「ああ、ま、んかちょっととなっちゃうじゃんなんかあの私が行きたくない」とかじゃなくてなん,かあなんかその気持ちなんかもうちょっとみんな落ち着いてるって感じしちゃうじゃない だからこの熱が熱いうちにさあのメイド服着たいなと思って金曜日と金曜日明日の金曜日が初めて着ようと思っててあと31日もメイド服を着ようと思ってますでその,あの他のメコスプレはなんかあのシレッドなんかカビゴンとかは多分もうずっと着てるかもしれん <laughs> ずっと着てるかもしれんけど あのー、じゃあ金土日金土日土曜日土曜日の夜夜土曜日私何するんだっけ土曜日はマジで本格的にちょそう土曜日はちょっとねやんなきゃいけないことあるけど金曜日そう金夜からやんなきゃいけないけどまあそれは頑張る頑張ろうということで。 もしかしたら、でもそうだよね、決めた方がいいよね。でも何時からするって。あ、待って、日曜日はダメだ。日曜日はダメだ。日曜日予定があるわ。だって今日20、2十じゃ二十1でしょちょっと待って。21でしょ ?21 でしょで、22が土曜日でしょで、23が日曜日でしょ ?23 予定があるけど、予定があるけど、だけど配信をするつもりだから、あの、メイド服は着ないかも。着てもいいか。 メイド服、なんか日曜日は午前中にメイド服着ようかな。予定があるから。朝からやればいいんじゃないでも朝からメイドってなんかさ、別に。あんまテンション上がんないよね。朝だもんだって。朝、朝からはちょっと微妙ですよね。<laughs> 微妙ですよね。うん、難しいね。うん、とりあえず明日やって。土曜日も、土曜日は、 定がないので、お昼、夕方、コスプレさんってちょっといつごとだけそうですえー、全く分かりませんごめんなさい全く分かりません全く全くわかりませんとりあえずあのこの間決めた日あるじゃんあ花火ありがとうあの決めた日あるじゃないですかこれにしますみたいなこれのこのこのコスプレをにしましたって言った日にもうすぐ あのお願いしますとは言ったんですけどあのちょっと分かんないそっからショールームさんが頼んでくれてあみんなすごいそダサいと思ったでしょこれあれですよモコモコ GU の去年から着てるえこれね多分メイクメイク用メイクこれアイシャドウつけちゃったのここにこれもう今年も買おうと思ってでもこれズボンって何本あってもええですからねこのモコモコのコスメコスメのコスメこれアイシャドウ アイシャドウついちゃった洗っても取れへんねん、これ。これ取れへんねんな。アイシャドウって。そう、今年もこのモコモコのクマちゃんが出たら、買うのか、買わないのかは私分からないですけど、買いたいなと思ってます。メガ28。っていうな感じでございますので、皆様、どうぞごひきに。 っていうことです今週はただから今週の予定を言うと今週の手と来週の予定を発表しますイエーイ私は将来を見て生きてるんで今ショールーム月間なんでちょっとでもねそうだよねでも今月はショールームを頑張るってあの自分の中で決めてやってやっていこうと思うんですけど とりあえず明日はメイド配信します土曜日もメイド配信します日曜日はちょっとまだわかんないけどどうしようかなって感じでまたあのゆるいべをゆるいべと言っていいのかわかんないんですけどイベントに出たいなと思ってるんですけど皆さんもう疲れちゃいましたかえみんなどうもう疲れたんもうやめた方がいいかな実際疲れてはいるよね疲れてはいるよねみんなそうだ どうしようかなって今迷い中ですイベントに出るか出まいか出るか出まいかところでございますけど明日かみなにしようかみ出したああそうする病院に行くんで あの配信が遅くなっちゃいそうですって感じやるやるつもりかなっていう感じです来週の金土で土曜日はお出かけします妹と余命何ヶ月本当にさそれだったらどうするありがとうございますまあ 検査検査です検査う眉毛サロンとメイクできないんですよね多分どうしようかなでも眉毛だけ超綺麗にしてもらえるから夜に夕方でもあれ夜なん夕方なんだよね始まりがってことは夜家に帰ってくるのは夜なんじゃないか予想。よそ 予想なんだよねそう眉毛サロンは本当は今月今週行きたかったぐらいなんですけどあのめちゃくちゃ混んでて行けなくてで本当は朝とか行きたかったんですけどもう本当に空いてる時間のキワキワのキワキワで本当は10月31日に行く予定だったんですけどさすがにハロウィンの日はハロウィン配信したいなと思ってあの予定をずらしましまた違うサロンにしました違うサロンにしてもその日が最短だった ら30日に行きます夕方ぐらいそうもう11ヶ月以上前から眉毛サロンまつげサロンしたいなと行きたいなと思っててそうやっとやっと誤差行けますやっと誤差やっと誤差やっと誤差行けますのでねそうよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますということですね、まあ、そんな感じです今月今月は イベントとかいっぱい出てあのフォロワーさんが増えたらいいなってでもさこれフォロワーリスナーさんああ深いねリスナーさんはそりゃ増えるだろうよね増えるだろうよねフォロワーが増えるかどうかは別だよねっていうこれそこだからリスナーを増やすところまでやるけどフォロワーが増えるかは別だよねっていうこの委ねられてる感じがねとても甘くない人生という感じがしてとても。 趣味深いですそういうもん人生そんなもう人生100年時代無理100歳まではちょっとね私は大丈夫かな実際うん実際100歳はちょっともう百あと60年 <laughs> でも何歳だよってね間違えましたあと77年後ぐらい70年後とか。 ちょっと想像がつきませんねどうしましょうね梶原智博さんこんばんはそうやっとこさです深いよね10月28日は本田そら爆弾5周年配信えそうなの28が初めてショールームそらよく覚えてるよねすごいそらもうそれ覚え思い出せなくてさ だからなんかそらあの一番最初のオーディションの日ってでも28いやだから一番最初のオーディションの日オーディション、ね、オーディションって言うと可愛い,いよねなんか分かるオーディションの日っていつだったんだろうって思ってあのまあ加入したのは何月何日ってちゃんと分かると思うんですけどあのなんかその例えばなんかチャケと出会った日とかなんか「出会って何年です」みたいなやつってさ 私たちってさそのマジでなるまでにめちゃめちゃ半年ぐらい半年は言い過ぎぐらいさめちゃくちゃさあの時間があったからさなんかさ何て言うのわかるこの感じあ,あるからさなんかさその1月21日が私たち出会って5年だねみたいな感じではないじゃんなんか,決まなんかえ何日かわかんないでもそんなもんだよねでもなんか記念日みたいなの欲しいじゃん私たち何年みたいなの欲しいじゃんもうないんですよね1月28日がショールーム初ショールームの日 でも私的には2月1日なんですけどねこの生まれ変わり生まれ変わり配信は10月28日か絶対覚えられないこの数字10月28日あーなんかね今日はちょっとあの大変なことがあったわけですよ夜にもかかわらず疲れたの身も心も全て疲れちゃったんですよ だと思ったんですけどねだからこそねテンションが「ハイですね「はい」ですあの苦しい時こそ笑えってしんやたんしんちゃんゆきりんおしさんゆきりんさんおしさんなんかめっちゃ気まずかった今そらちゃんラブこんばんはこんばんはじいでめったらそんなことないですひきさんレインボースターありがとうこれせっかくレインボースター集まるのにレインボースターくれちゃってありがとうございます <laughs> ありがとうございますそうね そうでもとりあえずね頑張りましょう疲れちゃったらウフにゆっくり作からなくちゃいやさすがに今日は確かにゆっくり作からなくちゃいけないでもさ私なんかね最近その湯船に入るっていうことをあの一人暮らしになってからあの、まあ、お金もかかっちゃうしあのねなかなかやってこなかったわけなんですよ湯船に浸かることをでも最近ここ最近湯船に浸かり始めたら 湯船っていいみんな知ってる湯船っててる湯めっちゃいいよそう湯っってめっちゃいいんですよめっちゃ体が温まって湯船っていいなって思ったら私はそれもお風呂を上がるのがめんどくさくなっちゃったの今まではそのお風呂に入る髪の毛乾かすのがめんどくさいが原点なんですけどありがとうそうあの髪の毛原点だったんですけどあのじゅだけどなんかさっき でも書いてあったもん10ルームぐらい見たらもらえるってほんとにでなんだっけあのえ何の話してたどこまで話した 湯船ってあんんまり入らないじゃんそうでも湯船にあのなんで湯船に入るのがちょっとハマったかっていうとあの入浴剤にはまったっていうねそのあんまりなんかこだわってるい入浴剤は使ったいんですけど入浴剤をわざわざ入れるのかわいいみたいな感じで入浴剤入れてなんかえなんか女子力高いと思いながら入浴剤入れて入ってであの普通に私携帯持ってっちゃうんですけど普段は持っていかないけど湯船に入る時だけ携帯持っていくんですけどあの動画とか見てたらその湯船が高すぎて。 えっ、ー、てか髪の毛洗うのめんどくせえみたいな顔洗うのめんどくせえみたいなあのさ髪の毛とかあの洗ってから入ればいいんですけど寒いからさとりあえず家に入るじゃんみたいないめんどくさいなーめちゃめちゃめんどくさいなーと思ってめんどくさいなーめちゃめちゃめんどくさいなーと思って最近そのじゃあこの動画が終わったらとかこのこの何かが終わったらとか何分になったらとか言ったらねもうね 平気でね湯船1時間ぐらい使っても,もうほんと最後の方は冷たいみたいな湯船に使っちゃうんですよだからね困ったっちゃんですねそうだからちょっと今日は湯船は食べないさすがに入丸さんこんばんはうんそうまあそんなとこそんなこんなですめんどくさいんですよなかなかになかなかにめんどくさいのよもう湯船の中にいたいみたいな感じ店長こんばんは 湯船に浸かると晩酌したくなるのですがそうなると遅くまで起きることになり寝不足になりますって晩酌したくなるっちゃうんだでもあいやでも私は湯船に入るじゃないですかで体が温まりましたで私は髪の毛を乾かさなきゃいけないんですねで髪の毛私こうまあまあ長いのであと乾きづらいんですよ血質的になのでまあ言ったらまあね20分から30分ぐらいなんだかんだかけてるわけ30分言い過ぎるかなでもまあなんだかんださ髪の毛本気で乾かしてそんぐらいするわけよ そしたらさもうあの部屋も温まるしあのドライヤーの熱で <laughs> 部屋も体も温まるんですよさらにもうね超眠いめちゃめちゃに眠いですもうそこからがチームフォーシさんこんばんはわかるだんだんぬるくるそうもう超つもうあの入ってる時気,気にしないのよ意外とでもで気にしないで見てんのよでも時間経つとん なんか別にこう動かなかったら平気なんだけどちょっと動くと「え冷たいか?」みたいな「あれもう冷たい湯船に入ってるかも」って気づいた瞬間から寒いですね。でもさすがに1時間ぐらいあの湯船に入ってたら、ま、ぬるくなるしいやさすがに髪洗って顔洗ってさすがに、あのー、お風呂から出ないとこの時間何十時間お風呂にいるきだってなって。 上がりますそのもう自分の中でさすがにやばいなと思った瞬間に出ますね。YouTube、見ながら乾かしてるのえー、YouTube 見ながら乾かしてた時もあったけど最近はあのテレビがあのあんまりちゃんと出ないやつとかもあるじゃないですか。テレビはね 見たくて見てるテレビがあんまりなかったので今まで無音でも平気でで,でもなんか見たいときは音消してみたいな感じだから三十分前かかるなんだっけだそれ再熱するやつ 追い出きはないですねえ多分ないですあんまりイブネ使うあのやらないんでわからないですけどシャンプーする時は目開けてる目開けてますっていうことで目開けてますその時はイブネの中で頭からシャワーかかるっててシャワーって届かない逆側に座れば届かなくはないけど

うか <laughs> 毎日髪乾かし美容師さんって髪の毛乾かすもう二人がかりで乾かしてくれるから早いじゃん髪の毛乾かしに来てもらうかだよねもうアイドルが目を開けて洗ってるって言った時にゆさなみのつむりでしょって言って対立してた皆さんはえ目つぶってシャンプーするんですか <laughs> てか目つぶった後に目開けるの怖くない私すぐ。 ずっと目つぶたってに目開ける時ほど怖,く怖いものなくないそしてシャワーだけに戻ったりしてそうだからふはそんなにあの毎日お湯湯船に使ってるわけじゃないんですけどそうシャワーだけでも全然平気なんですけど湯船って最高だよって最近知りましたあとはねあのね本当に昨日おとといぐらいからもう末端冷え症がひどくていやお風呂に入った後も あのえ私もう本当にもにめちゃめちゃすごい話をしたかっただタカさんだってる時間怖いよねあのめちゃめちゃ聞いてほしいんですけどあのね本当にすごいなと思ったんですけどね最近末端冷え症ひどくてあのこうお風呂上がりに。 ドライヤーしして髪の毛乾かるじゃないですかすぐモコモコの靴下をママに履きなさいって言われてるんですけどめんどくさいくて履かないんですよ私はめんどくさいから寒いけどだからけばいいんだよ履かなかったんですよで履かないとね履かない履かないとねいやんかそれは履かないって同じなんだねインドネーション履かないと履かないあ違うか履かない履かないとねえかないとね履かないとね あのアシロ先輩こんんばんは,はかないそうそのはかないはかないとねあの床なのかなんかやっぱ冷気って下にたまるじゃないですかこれ理科で習ったと思うけどその冷気って下に行くからあれ違うかあれあったかいのが下に行くちょっとわからないごめんちょっとわからないですけど暖暖かいのが下に来るんじゃないかなねえ まあでもわかんないですけどの窓の窓のあのちょっとあのなんだかわからないけどあのめちゃめちゃ足が冷えるんですよ。でもうめちゃめちゃ冷えて手も冷えてもうキンキンだったの。で携帯触ってたらそのショールーム3時間とかした後の携帯で充電しながら動画とかサイトとかをずっと見てたのね。そしたたら携帯が激アツだったのもう さすがに激ツだったのでいや激だったんだけど携帯使いたくてでそうそうそう携帯が回路代わりになるなと思って私本当にあのちょっと汚い,汚いって言ったらあれだけどあのいや寒すぎて一回あの足の裏で挟んでみたのねその激ツの携帯をそしたら私の足を冷たすぎてその激手はさすがにずっと触ってたから暑かったのよでも足でこうやって 挟んでみたの寒すぎたからこうやって布団の中でねでそしたらあの「私の足が冷えすぎてあの携帯の厚さを全然感じなかったの」っていやなんかでもまあちょっとしたらさすがにあ確かにあったかいかもなと思って携帯を取り出したら携帯が常温に戻ってたの私の足ってこんなに冷たいんだと思ってその携帯までも冷やす マジこんなことしてるって思われたくないけどでもんか寒すぎたの足がもうどうしても寒すぎてもうこの携帯熱々だからいいなと思って挟んでみたらマジでね携帯よりも私の足が冷たあの何ていうの携帯のぬくもりを奪うぐらい私の足が冷たかったって本当にくだらない話ですすいません成幸さんこんばんはって言ったよねそれ「オレンジクラッシュさんこんばんは」ありがとう今日も来てくれて <laughs> ありがとうございます幸でも本当にでも寒すぎて。 ほん当にあの <laughs> えなんならその後こう携帯を取り出した時に「え携帯常温やん」と思ってさすがにこれはみんなにショールームで報告しなきゃと思って久しぶりにみんなに話したいことができたと思ったんですけどあのそれでも足はね温まってなかったのそれでも冷たかったのやばいよね私もう本当にえしかもそれ布団の中だからねちなみに冷えた後に布団に入ったのか布団の中で冷えたか忘れたけど布団の中でも足が冷えてたの。 だからね冷えは敵ということでそう湯たんぽいやー湯たんぽ的なあの電気湯たんぽみたいな持ってたんですけどそれが寿命でね今年さよならしちゃってんあの多分高,高いんだと思うんだよねちゃんと買うならこれから携帯がつくんだらしい日もあでもこれみんなじゃないから私あの,私あの極度の冷え性だったのであの。 みんなななな冷え性じゃかかったら意味ないいもしれない私冷え性だったからこれで、ね、携帯があっそれ読んだよね <laughs> 宮本さん。えんんでもなんかその熱々の携帯をそうあのさすがにこれはあの面白すぎていや自分でもやってることやばかったんだけどなんかもう寒すぎたのもう寒すぎて思考が止まってたからとりあえずあの足でこう挟んでみたのね両足でね挟んでみたの寒いな携帯高いなと思ったんですけど全くかい かっって思ったの最初え、高いえこ携帯を手で持ってる時はもう激熱すぎて「うわこれ熱すぎやばい」みたいな「でも携帯壊れるやばいやばい」と思って足に挟んでみたら「これあんまり熱くないかも」と思ってちょっとしたらね「あの常温に戻りました」ってことでそう私はそう温まらそう <laughs> ねあのもしあのギフトで「冷えた!」っていうギフトが出たら投げてくれたらよかったねこれね。ね。 ここれ冷えた話ですから違うこれあたたどっちなんだろうこれ温まらない話温まらないなんてギフト絶対ないから。末端冷え症仲間私ね今年ひどいと思う末端冷え症今年去年とかあの多分去年覚えてないんですけどでも早くないかっていうぐらいあの末端冷え症の症状は早いです。びっくりしました。回路 カイロはだって寝るときは危ないって言うじゃんおばあちゃんが言ってたよカイロつけて寝るなんて危ないよやけどするよってちっちゃい頃から散々言われてきましたよ寒い時に靴下履いて寝ますか靴下は履く時もあるんですけど基本めんどくさくて履かないですねママには履けって言われてるんですけどママには履けって言われてその靴下は送ってくれたんですけど でもなんかさ、なんか靴下履いて寝るとさ息苦しくないななんかなんだかわかんないけど夜中にさ結局脱いじゃわないあれ何だろうね寒いのにね別になんか朝まで履いて起きたことないかもしれない靴下をえ靴下を朝まで履いて、ね、起き寝てたよっていう人よかったらあの連絡くださいはいそうんき <laughs> さんアイスあの冷えたってことあ,ありがとうねあの冷えたっていうギフトいつか作りたいと思います ヒロさんこんばんは。帰ろうあっ、山かさん、焼き芋ありがとう。え、どういう糸の焼き芋なんだろう。あ小次郎さん、こんばんは。トもさん、こんばんは。冷え性なら、靴下履いた方がいいやん。湯ばーばが必要。湯ば、湯ばーばじゃないね、これ。湯ばーバーじゃない、これ。靴下履きなさいって、おばちゃん好き。そう。天環けとすると、出ようないから、気をつけてね。そうらしいですよ。だから、おばあがね、つけたるのは、だめないよって、ちっちゃい頃言ってたから。 靴下履いて寝てないっててて靴下履いて寝てない寝なのに冷えてんだけどじゃあどうしたらいいのはいじゃあどうしたらいいんですかでそうえでも今日はママに電話したんですけどママから虫を食らったのでパパに電話しましたそしたらパパがワンコールで出てちょっと気まずかったですねだから正直に言いました「パパは3番目だよ」って <laughs> 今日おじいに電話しておじいも電話出てくれなくて。 ママも電話出てくれなかったんでパパにかけたらパパがワンコールぐらい出てだからパパに第一声「ごめん3番目」って言いました「ごめん正直言った3番目」って言いました基本寝る時は履かない方がいいらしいけど靴下でもさ寒いでもだから大丈夫履いてないはっきり言っけど寒く,寒くても履いてないですけどあ昨日ね昨日あの私かお買い物行ったじゃないですか昨日毛布を買いましたニトリで寒かったんで。 可愛かったんで毛布か集めなかったんですけどなんか気づいたら片手にこうやって持ってましたね毛布を毛布持って持って帰りました私も靴じゃね履いてないけどあ夜は暑くて脱いちゃえ暑くてさ脱ぐことはないのよ多分暑いんじゃないのよなんか気持ち悪くないなんか寝れなくないうっとうしくない煩わしくない <laughs> 悪口がポンポンと出てきちゃいましたねそうちゃんがね嬉しいんだよそうここに電話したのは100億万年ぶりぐらいです3番目そうここはねあんまり食べてう嬉しかったと思いますって そうやろなそうやろな。いや基本家で靴たでもはかなあかんわ寒いもの床が冷えちゃうから床が冷えてる冷えてる感じしないんですけどやっぱね冷えちゃうのよお風呂場から布団に入るまでの床で寒くなっちゃっ 唐辛子入りのわせに足の裏に塗ってくすして履いたらたくなるけどえー、なんかベタベタで気持ち悪そうそこじゃないと思うけど突っ込むところ突っ込むところそこじゃないって分かるけどえシンプルに考えたらなんかわせにえベタベタで気持ち朝起きた時とかのなんかていうか脱いだ後のもし夜中に間違って誤って脱いでしまった時の布団を想像したら本当に無理この人生で一回でいいからママちゃんに会いたいんだけどどうしたら考えますかえあっ えでもこれ実際に会ったら気まずくないえどうすんのえー、お世話になってます娘がみたいな感じママぶんぶんこんばんはやば今日サイレントなのにいっか今日サイレントのギリギリまで配信しよう50分ぐらいまで配信しようなんだかこのビジュアルも見慣れてきたので私がさすがにビジュアルすぎえ今日本当に 大変だったよえ本当にそれダイエットしてるんですけど今12月にあのちょっと向けてクリスマス <laughs> クリスマスじゃないですけどね12月18日に向けて十二月18日ぐらいに向けて18日じゃないかもしれない12月十何日かに向けてダイエットしようと思って今ね ちょっとあるプロジェクトに参加してるんですけどあ全然大きなプロジェクトでもないかもしれないけど普通にあのお友達内でのプロジェクトなんですけどそれに向けて「よしダイエットしよう!」ってそう思ったんですよ。今のところ18日ぐらいにそう会うかなって感じなんですけど「よしダイエットしよう!」って思ったんですよ。で、意外と昨日 18日10月18日から始めたんですよなんだかんだで10月18日夜ご飯食べてないしあのねココアを買ったんですけどお昼ぐらいにココア飲みたいなと思って飲んでてもう寒くて全然飲まなくて夜にはココア残ってると思ってココア一気飲みしたらおなっがい,いっぱいになってしまって食べなかったっていうのが正しいんですけどで昨日は昨日はね夜ねおうどん食べました やっぱりうどん大好きだねうどん別にその大好きって言ったらうどんそんなに好きじゃないかもごめんそれはうかもしれないけどそうでそうですってで今日はあそうそれで今日はいろいろあっていろいろあったんです今日ね本当にいろいろあったのもメンタルも体も疲労困憊すぎてもはやはいみたいな今そこ今そこなんですけどあのね本当によくわかんないんですけど 夕方頃にあのカフェに入ったんですよカフェにカフィにね「1000」で「決済方法何ありますか?」って言ったら「現金のみです」って言われて「へえ現金のみ?」と思って私1200円ぐらいしか財布に入ってなくて「えっ何も頼めないかも頼めないかも」って思ったの「頼めないかも」って思ったんだけどカフェケーキセットみたいなってなぜか分かんないけどチーズケーキ食べてました。でも 夜ご飯食べてないまだ食べてないけど夕方ぐらいにチーズケーキ食べててチーズケーキの写真撮ろう食べた食べかけを写真撮っとこうと思って撮ろうって思った時にあれれそれどイッとしてあえケーキ食べてるなぁと思って私は今日ケーキ食べてるなぁと思ってびっくりしちゃってでも待ってさらちゃん今日はけなげに頑張ったけどなんかちょっとついてなかったよねなんか嫌なことあったよね いいいんじゃないかこのケーキはゼロカロリーむしろ痩せるんじゃないかって思って食べました刺されてドラマです「ママちゃんさん好きです」って言う「えー、ありがとう」でママ,、えーえーえー、ママの真似するわじゃあ「ええママの真似声は似てないんだよな」でも声は似てるらしいけどねおばあちゃんとかに電話してママとかに代わって妹とかに代わってもなんか3人の声似てるからどれがどれだかわからんみたいな「そらちゃんね」 おそらいいんですけど、えっ、ー、と、何ですかえっ、ー、と、ん、えっ、ー、と、何の話あ、ママのやつね。えっ、ー、と、ママは、えへ、ー、えー、ええー、なんか、なんか、買ってあげないととか言いそう。えぇ、ー、ありがとうそんなこと、ありがとうえーな、そんな感じじゃないな。そんな感じじゃないわ。ヘラヘラして、えー、どうだろうちょっとわかんない。 ないなママちょっと久しくママに会ってないから分かりません知りません空 <laughs> ち,ちゃんラブありがとうエットドー豆ンの子…ダイエットド豆ンの子じゃない,い私今回一人で孤独ダイエットです冷凍のカレードンちょっと好きちょっと好きなの面白い本当にめっちゃ好きじゃないんだね冷凍のカレードンちょっと好きなのありがとう教えてくれてそう切れたちーズケーキ食べてましたね気のせい気のせい自分のせい大丈夫違うんですよチャンスよチャンスよね そういううことじゃないでですすよ違すよ違、ね、んや今日やばい本当に野球部の男子みたいなテンションだから今めゃママそうママとのお話会疑似体験ありがとういやちょっと今の全然似てないと思うママなんだろうなでも そのまま多分思ってる感じじゃないと思う三回見せたことあると思うけどなんか気づいた人は気づいたと思うけど写真よりは可愛いと思うもっと本物の方が写真よりも可愛いと思いますママはね見るたびにねなんかね変わってるからね整形はしないですけどね整形はしないですけどでも なんか髪型変わってたりなんかママとテレビ電話とかするたびに何かあんた変わったみたいな何が変わったか分からんけど何か変わったみたいな感じですね末えいくしてるしねバチバチに末えいくしてるよえわかんないバチバチじゃないかもでもママねママねこんな感じなんだよねなんかあのメイクの感じはママはねあのねメイクあんまりこだわらない 人だったと思うてかママいや,やってるらしいけどねメイクしてるらしいけどあのねだからの将来そらママみたいになっちゃいそうと思って似てるかもって思って妹はちゃんとしてるんですよメイクとかも流行りの服とかも着るしなんかそんな感じなのでも何かねママも別に流行りに乗らないわけじゃないけどだからそらママ妹って感じかな流行り。 に乗る順いやでもメイクの時間をねママねママ何したんだママメイクしてるけどね何したんだろうって感じバチバチの松也君は「えっ松也君はママちゃんとしてる」ってだけあのすっごいバサバサなわけでもないけどでもねあの定期的あのふとねあの実家に帰ると大体松也君取れてるけどねあの「あえここないよ」みたいな「いそうなんだよね」みたいな感じで「松也君行きたいんだよね」みたいな感じ。 でもなんかママに言ったら空が今度は松葉を初めてもうだから妹はねもうバチバチに松葉ユーザーなんですけどあのそう初めて松葉をしますってママに報告したの空がそしたら「えー?」みたいな「ママもやったことあるけど」それ知らなかったねそれやったことあるの知らなかったんだけど「ママ的には松クがいいよ」って言って「いやだって松役って自まつ毛抜けるっていうしもう一生やらなきゃいけないじゃん」って言ったらいやでもねなんかね まついっぱはねねあんまり楽にならなかったかららかかたママ的には松江くがいいよって言われたそうですかって,っ,っていう感じですママとの会話でしたこれがさあちゃんに言ってママ可愛いってことねママはでも可愛いんでしょうね知らないですけど可愛いママは可愛いんでしょうか 私のママはママはなんでねあんまり美人だなーとか可愛いななとか思ったことはそんなにないんですよだってママだからね別に可愛いとか可愛くないとか何とも思ったことがなかったんですよママはママだからねでもねふとねこの間思っちょっと何年か前にねあの本当に何年か前,前23年前ぐらいなんですけどあのねママにバーに連れてってもらったんですよ マジで30分ぐらいあのその時はまだあの妹も函館にいたのであれなんですけどあの妹のバイバイ行じゃない <laughs> バイトの,あのお迎えに行こうみたいな行くってなったのまあ家から近いとこだったんですけどそれでママは夜迎えに来たの危ないからって言ってねそうそれでその時に 時間が早かったから「えじゃ一瞬飲みに行くか」みたいになってであのあのタクシーに乗ってあのちょっと飲み屋さんなんかママが何回か行ったことのあるバーみたいなとこに連れてってくれてでも時間ないからねお互い一杯ぐらいしか飲んでないですけどその時にふとパッと見たらね「あいい女やな」って思っちゃった「ママだけどえー、確かにいい女なるほどね」 いい女やなーと思ってえそれでタクシーで妹を迎えに行くっていうマジガチ意味分からんことしたんだよね本当に意味分からなかったあれってもうも迎えに行かなくてよくないみたいなそれはもうみたいな妹もさえどうしてタクシーで迎えみたいな,なんかママ的にえママはなんかえちょっとその行ったことないしにしようねみたいなママは言ってきたんだけどえでもタクシーで迎えに行ったらバレるええ,えって思ったんですけど確かそんな感じでした存在してないですそうそう そうだからしかもなんか行こうって言ったのが結構遅かったの妹のバイトが10時ぐらいに終わるからなんか8時半とか9時ぐらいに行こうかみたいになってタクシーであタクシーで行ったかかな多分タクシーで行ってか乗せてってもらったか忘れたけど友達とかにそうそうそれで。 タクシーで迎えに行ったのはそう伝説ですねとということ時間ありがとうサイレンみんなあかんからな今日はということで皆さん今日はありがとうございましたなんかまあまあビジュアルかったんですけどやっぱりねこのイベントのおかげで1431人の方がもうこの時間で1時間あでも1時間配信してるのか私1時間ぐらいで来てくれて嬉しい限りでございますありがとうございましたえっと明日はついにあ皆さんに言ってなかったみんないるみんないるかわかんないけどあのこの間のイベント応援してくれたみんないますか 明日はついに19時過ぎぐらいからあのー、メイドコスをします。そしてそうメイドコスについてさっきほども最初の冒頭でねお話ししたんですけれどあのー、メイド服はあのーあのー、えっと。 特典でいただく予定だったんですけどその特典がサイズと色を選べないあサイズは選べるけど色は選べないってことだったんですねで私的にもしかしたらでそのサイズがない可能性もありますよって書いてあったのでそ,のそこを飛んだらそれ,を選それをもらうっていうのは確定ではなかったんだけどそのメイドの服のところをポンピョンって飛んだらポッポピョンって飛んだらあのー、赤の L サイズしか残ってなかったのね黒はあったっぽいけど 飛んだのが赤,だったの赤の L だったのねでこれ赤の L 着たらちょっとえち,ちょっとえぐいなと思ってそれちょっと違うなって思ったのそらさすがにみんなにこううの応援してもらってメ倒く服初めて来ますがそれはちょっと気分が乗らんなと思っちゃったのねなのであの、まあ、それはそれであのい,い,いい話かもしれないんですけどその特典ではあのセーラー服をいただくことにしましたすいません事後報告で。 でもメイド服をするっていうのはお約束だったのでメイド服は改めて自分であのアマゾンの方で私が可愛いなと思うのを買ったんですけどあのちょっと皆さんが想像してるやつじゃなかったらごめんなさいっていうのとあとでもあのちゃんとあのこういう、あのー、ここにほらカチューシャでフリーフリーのやつはついてるのでまあメイド服でしょうっていうことであのちゃんと可愛いのを選んだのでそれを着ようと思っておりますのでお楽しみにしてください。 なのでそれだけ、あのー、自分で勝手に頼んだのでもう家に届いてて昨日初めて着てみたんですけどなんかねメイド服なんですけどめっちゃ可愛くてなんかねでも衣装っぽいなんか感じはするんですけどまあ楽しみにしていてくださいまあそんなお話でしたということであの先週のえ早くね ももうう木曜日じゃんもう金曜日日じじゃゃ金早くないえ無理なんだけどこのスピード感についていかれへんわ私私置いていかれてるわ。ということでね皆さんよろしくお願いいたします。そして今日からまた新しいイベントでこれは別にそんなに1位とか目指してるわけじゃないんですけどたくさんのあの人に新しくね応援してもらえるようにあのリスナー超超超倍増大作戦をたやってみましたので皆さんもこのイベントやってるルームに行くって。 10ルームぐらい行くと、なんか、いずれ、多分あの、レインボースタッグもらえるらしいので、ちょっと、詳しいことわからないので、本当に欲しい人は、その、概要イベント概要をよく読んでいただきまして、よろしくお願いいたします、ということで。おそらちゃんじゃんじゃんおそらちゃんじゃんおそらちゃんズ <laughs> 66人目、沙織ちゃん、ありがとうすごい、今月は55人も目にしてたんですけど、66人になりました。ありがとうございます。明日はたくさん、あの、楽しい、楽しいってか、 明日はたくさんねあの可愛いいって言ってて言くださいねよろしくお願いししまます頼みましたよあの明日はメイド服着るんで褒めてくださいねさすがにちょっとさすがにあの自己肯定感が下がるようなコメントはしないでくださいねあの本当にあの褒めることしかしないでくださいね明日はねよろしくねみんなよろしくね <laughs> 怖い圧のかけ方が。 はいそんな感じでございますので皆さんよろしくあっ木さん早い早いいいのよ明日明日あの本当にあのコメントでいいのであのかわいいね天才だねかわいいねあんたは可愛い,いねとっても可愛い,いねしか言わないでくださいねってことはやばい去と始まっちゃうからランキング読みたいと思います今日は1時間ぐらいお付き合いいただきありがとうございましたランキング読ませていただきますすごい1533人も来てるわ 13、百4 3 3ありがとう。十二しょうこさんありがとう。11、なかさんありがとう。10位、ティエルトロさんありがとう。九位、ラグジュアイの客席さんありがとう。8たくまくんありがとう。七位、でマせさんありがとう。6位、ミッチありがとう。五位、サオリちゃんありがとう。四位、白ょうさんありがとう。3位、名古屋さんありがとう。二位、ゴンタありがとう。1キキさんでした。リスキキありがとう。ということで、皆さんありがとうございました。明日は19時。 ゴロからやりたいと思いますのであの準備でき次第やりたいと思いますので皆さんよろしくお願いします「サイレントのために必須なんだから、えー、もう今回ね「サイレントしかハマってないかも正直あまだねあの本田翼ちゃんのやつは録画してまだ見てないしあのあの小児科の IPPP ピピピみたいなやつなんかそれはあのまだ庭もちゃんと録画したけど見てないし 感じですねということで皆さん今日ビジュアルバイバーイ。